県内では今日過去最多となる331人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されました。感染が確認されたのは仙台市で214人、仙台市以外で117人の合わせて331人です。県内の1日あたりの感染者数は、去年8月25日の301人が過去最多でしたが、それを30人上回りました。 1> 1日の感染者数ととしては仙台市県もに過去最多です感染が確認された331人を年代別で見ると最も多いのが実際歳未満で72人次いで20代と30代が57人40代が49人10代が34人50代が25人などとなっています。